DNA1、一阪神、23日、横浜スタジアム。DNA の巻が痛恨のボーンヘッドでさよならの後期を逃した。写真、バズカー発動巻を牽制しさせた坂本の強権に打者も呆然。延長11回、一市から投手教習の内野安打で出塁した。ギダで得点圏へ進み、代打、石上が告げられた。 だがルーキーが空振りすると、二塁走者の巻がまさかの飛び出し。慌てて二塁へヘッドスライディングで戻ったがタッチアウトになってしまった。d n a は9回1・2・3塁、10回1・2・塁と3イニング連続で得点圏に走者を進めながらもサヨナラへ持ち込むことができなかった。横浜スタジアムは深いため息に包まれていた。延長12回も2・1・3塁の好機を作ったが、 渡来が空振り三振に倒れて痛い引き分けに、勝率5割復帰を逃した。